いよいよ最終夜、まあ、全部終わりまして見てもらいましたね最後までね、うん、なんかねその、うん、なんでしょう GED の佐野がテロップ見てください。 GED ゴーストエディットディレクターのね、あの佐野がですね、まあ、最初に編集してくれて、やっぱり彼の中でもそのまあ滑りがありましたけども、あとはちょっと情緒的にね、あ、うん、なんか懐かしいところっていうのをこう生きながら昔話と、まあね、昔の西表の17年前の映像を交えながら今こうなってんだっていうのと、まあ、人間自体もやっぱり年を取ってるし年を重ねてるしっていうところをこう交えながらっていう時間の隔たりって、ね、うん、ありますからね、その時間の17年前と同じ場所に立っててもやっぱり今のね、うん、タレントの皆さんのあの立ち振るのは多分違うだろうし、ロビンソンもちっちゃくロビンソンもちっちゃくなっちゃってるしっていう、ね、まあ、別にそれがいいとか悪いとかではなくて、その単純に17年っていう年の積み重ねみたいなものがこう一気に見れるっていうのはね、やっぱこれはね、なんか知らないけど胸を打つわけですよ。そうですね、うん、だけどその胸を打つだけじゃなくてね、ちょっと思いついちゃって、本当ね、グレイシルさんに歌ってもらおうと思って、分かってもらえたんですかね。いや、分かってる、もらえたでしょ、ね、今回、うん、分かってもらえたでしょ。小泉君より先に僕をエンディングで名前出したい、そう、出したいっていうことなんですよ、うん、それだけなんですよ、うん、目的はね、うんうん、音楽エヴァンコールっていうのが、ね、ありますもんね、ありますでしょ、ね、うん、最初に言ってたんでね、そうか、そうだよな。で、実際あそこに僕スーパーはめていくんですけど、はいはい、まあ、サクいないわけじゃないですか、三谷幸喜さんなんですよ、まあ、そうですね、で、次、なんかもうエヴァンコールとかなんかです。だから、まあ、音楽じゃないですけど歌っていうので嬉野さんを出したかったっていうのもちょっといろいろ、それからあそこをね、うーん、綺麗にまとめすぎるのもちょっと嫌だなっていうね。あなたそういうとこありますよね。あなたのそのバランス感覚、ね、バランス感覚で何か仕掛けてやるとか、なんかね、なんかちょっと雑味というかね、なんでそういうところになんかこう横で見てる人を、ね、出しちゃうのよぐらいの、なんかね、なんかその絵の中に雑味みたいなのが欲しくてっていうことでそのやって、それは確かに最初はポカンでした皆さんね、わかりませんもんね、分かんない、何やりたい、俺の声が混線してるんじゃないかと皆さん思いがちですからね、うんうん、そうじゃない、意図的にやられてるわけですからねと、まあ、そういうことをやって、ね、うん、星野リゾートさんがね全面的に協力してくれてね、うん、本当は星野リゾートに、ね、3泊する予定だったんですよ。そうでした、何にも泊まれなくて、3泊もしたら一体ロビンさん何をしてくれたんですかね。分かんないませんけどね、うん、まあ、これはこれで良かったかなってところもありますけど ね、 ね、なんとなくね、ああ、なんかまあなんか17年とかっていうそういう年月の積み重ねっていうのは別に何も手を加えなくても見ている方も我々も普通に感じちゃうものなんで、茶川先生いい言葉ですよ、うん、それはやっぱりね、あの制作者としてはいはい、ありますね。そこになんか作為は別にいらないんだよって言ったら、17年ぶりで会う、何十年ぶりで再会する、非常にドラマチックなんだけども、それ以上のことをね、なんかやろうとしなくてもいいんだよって、ね、そう、こういう手たらくになっても、そうそれなりのものはやっぱあったでしょうっていうのが、うん、ここの境地にやっぱりね、立つとみんなが楽ですよね。そうなんですよ。そうなんだとね。なんかね、お笑いでもやっちゃうんですよ。17年も経って会うと、あ、なんかね、なんかやっちゃうんですよ。かっこ悪いなと思っちゃうの俺はね。そういうことを、それで落とし前をつけるのはなんかちょっとどうかなと。だからなんかしたいなっていうだけですよ。でもまあそれでもいいんですけど、ね。ね、だってまあそれが一つのね、あのジジイの滑り台で終わってもいいんですけどね。そう考えるとやっぱその台風に阻まれるみたいなはいはい、はい、ことがあって、まあ、非常になんかうちらしいものになったってことですよね、はいはい、そうです、結果的に、ね、結果的に全然予測なんかできなかったですけど、うんうん、まあだからもう次まだ何も考えてないですけどね、うん、まあ、この低たらくですから、そうですよ、ね、結果的にはね、それまあご不満な方もねいらっしゃると思うんですけど、うん、いらっしゃると思う、まあでもね、これは正直なことですから、うん、まあ
まあ次回も割とこう近いんじゃないのかなっていう気がしますね、うん、この今回の企画はこういう感じで終わっちゃったんで、うん、まあちょっとそういう気はしますねっていう、もうだいぶ高齢ですから私もね、分かってますよ、うん、私だってそれはもうひしひしと感じてますから、そうですよね、なるべく楽をして、ね、うん、でもあなたはカメラ回すって言ってる、当たり前じゃないですかね、だいたい暇なんですよ、ね、現場で、そうだね、次はぜひ漆野さんがもう取り逃しなくやりますから、三脚は持ち込みませんけど、